コンコン。コンコンコン。はい、ということで、キツネジャッジメントやっていきます。市民に占い一年の内から内、陽光一、あずきん一、暗殺者一、蘇る人狼一、ささやき教授一。いや、これ無理じゃないかな。強欲一。これは辛い。これは辛いな。まあ、そこそこに、村目を取らなきゃいけないんだが、あんまり村目を取りすぎると狐を着される。から、そこだけだね。語尾にコンって言うか。なんとかだコンみたいな。いやー、そんなことやってる余裕はないな。狐はめちゃくちゃ難しいからね。まあ、語ってもいいんだけど、語りかな。語るか、でも語ったら占い出てるってなるから無理だ。これ無理無理無理。無理、絶対無理。語れない。占い、狐ってバレる。から無理だ。カミングアウト。カミングアウト。あー。占いさんか占いにかなんで結果言わないの結果は結果なんでそんな遅いんだヒューシロ。ジェシカはジェシカはジェシカ何やってんのエリックしろ。おっそ。お互い、二人とも、そもそも、遅いのも、謎。ショーンは、それ、真として、出てるの。なら、霊能潜伏とか、しないといけなくなる。けど、まあ、ジェシカギね。それは把握。ヒューシロか。個人的には、この村、狐を最優先にしたいから、霊能を出して、狐の、霊能乗っ取り、くっそが。狐を出してじゃない。霊能を出して、占い先、狭めたいんだけど、どうかな。この村、狐に、霊能を乗っ取られたら、絶対勝てないし、狐を何とかすることを、狼も、村も考えないとやばい。太鼓はいないね。シンかな。シン確定で。ゾーンあるから、早めにやろ。リリアン喋ってない。ディリアン釣りかな。今日のところは、ディリアン釣りかな。色、不明だけど、残せないわ。あ、いるわ。いや、いねえだろ。あ、それこそういうことか、ゲール。とりあえず、回避は暗殺者のみで。まあ、そうだね。リリアン何言ってんだ？いや、リリアン、釣りでいいでしょう。黒市、リリアンで、提出かな。今日釣り市は。あ、ステラって何それ。あー、またしょうもなコラボキャラか。コラボやめてほしいよな。なんか、世界観崩れる。ステラは、割と、レイノを出そうと、してたり、村目。リリアンのが、色、落ちないから、今日、処理しないと、SG にされて、どうしようも、ならなくなりそう。はぁ、リリアンの顔いち早く気づいたからな。だったら逆に、ステラの方は、残すべきじゃね？確かに一番最初にリリアン。確かに。一番最初にステラ。科目に気づいたのか。なら、なおさらリリアン釣りで色見りゃよくね。ごめんね。あと、ステラ行くの。マジっすか、ゲイル。マジで。まあいいけど、負けるぞ。相当適当だな。
なんでステラを釣るんだろう。村目だったと思うけど。ジェシカ、ヒューソフィア。ああ、これは占われそう。片白も行くのね。片白は、黒でそう。黒か、佐々木になりそうだけど、背徳者、いないっしょ。いや、どうするの？急がないと。いや、これ、片白はね、それ主張したら俺が臭くなるから、どうせパンダになってもしょうもなさそう。ジェシカ、リリアン、ソフィア。いや、普通にリリアン釣り一択だと思うけどな。30秒前。なんかもう、しょうもない気がする。アンナ・サンドラ、把握。占いは、黒狙い。というより、狐狙いで、占ってほしい。今日の、片白は、ヒュー、人外とは言わんが、おそらく、囲い位置、強欲、狼なので、占いに、狼出て、佐々木囲いとか、してそう。30秒前。ゲイルがなんか狐探す気あんまないんだよね。なんか狼探す感じで俺とヒューとか占おうとしてそうな気がする。まあまあ今日は大丈夫っしょ。どっちかっていうとフランク噛んだりしてほしいけどね。もう、わけわからんくさせてほしいわ。でもこれ村も余裕ないんだよな。お？そっち釣る？何その髪型？その髪型なんだ？強欲の髪型したのか？強欲で俺とジェシカ噛んだのか？つかジェシカ強欲じゃないの？なんだそれ？佐々木、脅迫髪したのか？すげえ髪型すんな。猫股とかないよね？暗殺でもないか？占い行くのやばいな。占い行くの、やばすぎる。狼、狐、肩すきかよ。アンナ人狼。アンナつって色味だと？アンナつって色味ってできんのか？アンナつって、色見る？でも、8だよね。8で、6になるのか。6になるから、あ、負けるな、これ。RPP されるな。あ、ダメだ。これ、RPP、ファイルがミスったら。強欲を使ってないと仮定したら今日黒側確実に釣らないと RPP。 キツネが協力なんかしたらもう PP になる。とりあえずまあ理由聞きたいかな。聞いてから判断かな。リリアンの方に釣りを流してるように見えた。ステラ、リリアン。ちょっと待って、ステラの色は？ちょい待って。ステラの色は？色。フランク。黒と思ってる。ステラの色。言ったっけ？ステラ、白猫。まあ、だよな。じゃあ、なおさら、もう、きついな。RP、明日、RPP、おわ、キツネ、生存で、PP。で、村勝ち、なくなる。安定は占い釣りなんだけど、ここで占い釣るとキツネ探せなくなる。フランクとジェシカの真偽決めるしかないのかな。フランクとジェシカのシーン、今日シーンを決め打つしかなさそう。フランクシーンだと信じたいけどな。狐を潰して勝つならもうフランクシーン追って残すしかないんじゃね。トリマ占い噛まれたってことはメタやと思うから最初の占い囲われてないと思う。メタってなんだ？メタって何？フランク。
俺もプランク残しは賛成かな。ただあんな釣りはちょっと怖い。ゲイルはプランク新置きしてる。え、ベグとかないでしょ。ベグとか存在しなくね。フランク、ここ佐々木っすよ。確定紙以外存在しない。ベグってのは妖怪目線、誰が進化わからない時に発生するものを言う。だからヒューが狐しか見てないがヒュー黒でいいと思うわ。リリアンさん、狐自殺しないとまずいんですよ。リリアン、狐自殺しないと勝てないんですよ。むしろここでフランク釣ろうとしてるところに狐いると思う。狐目線はどっちが進化分かってないだろうし、フランク釣りたがりそう。リリアンが狐位置かな。まあアンナそれもあるけど、今日釣っても狐なのか村なのかわからん。狐はそうだな、市民2なんでしょ。市民1を刺したらいいよ。え、いや意味ないぞ。リリアンおかしいから止めた方がいい。それ暗殺しようするのと、初日からリリアンは言ってることおかしいけど、狼だったらこんな派手な動きしなそう。RPP 防止把握。まあゲイル最悪キツネはスロー、自分はフランク釣りを押した中にキツネ絶対いると思ってる。リリアン黙ってな。アンナ、リリアンの言うこと聞いたらダメだよ。死をあってもしないで。俺もフランク残さないとキツネ自殺されないから反対。一応投票待つ。ヒュー、アンナ、キツネ、黒一かな。ゲイル、どうするの？30秒前。ヒュー白。あ、ヒュー片白か。ヒュー片白か。ヒュー目線なら、確かに、フランク、新置きしたいかもな。ただ、あんな釣りで。10秒前。あっく。おい、ゾーン。いや、縄実際ないんだけどね。実際縄ないんすよね。縄ないんすけど大丈夫なんですかね。え？ What？ 縄なくね？縄ないんですよ。なんですかこれは一体。縄消滅しましたが。コンコンコンよし、ジジイナイス、いいね、最高やね、最高やな。というか、まああんな釣りはちょい危険だな。まあショーン突然死もあるし、そもそも名はない。エリック、おキツネやと思ってた。エリックキツネっぽかった。わかってねえだろお前ら、一言もそんなこと言ってなくて。
結果で言ってるだけだろお前。ということで狐はなんとか勝てました。狐で、はい、ということでバイバイ。